よかったらちょっと後ろの通行が邪魔になっちゃうんで、こっちの方まで来てみていただけると助かります。ここだったらね、あのただなんでね、ここ天板になるものでございます。さあこちら中から見えたら、お見えましたか、今口出しの達人だ、かけるところでした。見えた方らしいですね。ただね、これ見れるのすごいですね。たったの大人800円でございます。さあここで可愛い双子ちゃん、双子ちゃんこっちまで来ていいですよ。さあ今はね、ちょうど次のね、カラフトから来た野人という演目に移り変わるところでございます。これね、なんと一番最初なんですね。今入ったら見せ物小屋、最初から最後まで全てまるっと見ることができます。すごいね、たった800円ですよ。お時間そんなに取らせませんので、あ、さあさあ行きましょうか。そろそろ始まります。あ、どうぞ行ってらっしゃい。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。ちょうど今見せ物小屋始まったところでございます。次は怖くないから、どうぞ行ってらっしゃい。野人さんね、何を食べるか、何を食べてると思います？何食べてると思います？分かんないですよね。ドライアイス食べてるんです今。こんなね、塊でドライアイスもぐもぐバリバリ食べてるんです。でね、こんなね、ネタバレしちゃっていいのって思われるかもしれないんですけど、こっからがすごいからね、今ネタバレしちゃったんです。このね、ご飯を食べて力をつけた後、こっからがね、野人さんの芸の本番でございます。さあ、よかったらね、あの小屋の前立ち止まってるとテントの中にお願いします。通行の方の妨げになっちゃうんでね、テントの中お願いします。入りたい方いつでも入ってください、いつでも入ってください。お金頭洗いでいつでも入ります。野人さんの芸、こっからが一番すごいところ始まります。その強靭な肉体
生かしたとてつもない荒技、普通の人間ではとても真似できない、そんな芸の数々をね、今から舞台上で披露いたしますよ。さあ、こちら見せ物小屋ね、江戸時代には全国で300件もありました。だけど今令和のこの時代、さまざまなね煽りを受けまして、ラスト1件、ここがね最後に生き残った幻の見せ物小屋でございます。まあね、鳥の市といえば、新宿の鳥の市といえば見せ物小屋でございますから、これ見ずに帰るのは大変もったいないことでございます。さあ、入りたい方は入り口のれんくぐってそのまま入ってください。料金が止まらないです、料金が止まらないです。すぐに入ります。さあ、野人さんの家ね、見えてください。さあ、そして今野人さんたまたまやってるだけであって、これね全部グーグル回してノンストップでやってます。ノンストップでやってるから全部見れるんです。全部見れて800円でございます。大変お買い得、大変リーズナブルでございます。さあ、入った入った、そのまま入ってください。料金は止まらないです、料金は止まらない。さあ、どうぞ。今野人さんの芸ちょうど始まったところです。ちょうど始まったところでございます。はい、ありがとうございます。かわいそうでくださいね。さあ、こんにちは、見せ物小屋こちらでございます。気になる方は私の前まで来てください。あ、どうぞ入ってもいいですよ、入っていいですよ。あ、入ってください、すいません、すいません。はい、どうぞ入ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ご通行中の皆様ね、どうぞご注目ください。好奇心旺盛な方はとりあえず私の前に来てください。面白いものを見せます。ここでもめちゃめちゃ面白いことやってます。こちら見せ物小屋でございます。見せ物小屋、令和にただ唯一残った最後の一軒見せ物小屋、こちらでございます。花園神社の鳥の石といえばこの見せ物小屋、これを見ずして帰るのはね大変もったいないことでございます。さあ、新宿で一番ねインスタ映えするスポットはこちらでございます。あ、ちょっとね後ろの人ね来ちゃってるからちょっと前にお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、小屋の中無料で公開中、小屋の中無料で公開中でございます。さあ、すごいお宅見た。あ、じゃあニット帽のお兄さん、ここまでお願いします。アリーナ席ご招待カップル、ありがとうございます。はい、そしてこのお兄さんの後に続いて皆さん前にお願いします。後ろめっちゃ詰まってきちゃってるから見たい人いっぱいいるからね。はい、お願いいたします。小屋の中は撮影禁止だけど、こっちはね、あ、ここは大丈夫よ、いっぱい撮ってって。さあ、入りたい人すぐ入れる、入りたい人今すぐ入れますからね。どうぞ躊躇せずお入りください。今ちょうど演目の境目、いいところでございます。さあ、お金後払いすぐあります。じゃあ前開いたから前来よう、前開いたから前来ようか。はい、ありがとうございます。前開いたから前来よう、みんな前来よう。さあ、小屋の中入ってるから前の人に続いてね、どうぞお入りください。どうぞ前の方に続いてお入りください。はい、ありがとうございます。おかげさまで大盛況の見せ物小屋、ありがとうございます。全然いくらでも見れていいですからね。